どうもタブヤンです。ファイヤーエムブレム覚醒、額の傷がうずきます。何か拾いました、続きやっていきたいと思います。ロイの光剣、なんかかっこいいの拾いましたね。英雄の剣、すごいな。早速使おうか。ドラゴンキラー預けましょう。さあもうちょっとですよ、あと半分ぐらい。クロムが大失敗でね、退却してきた敵を引きさてマリアベル、足が遅いんだなこれ。まいった、失敗ですよ。ミディエル足速い。よし、迎え撃ちましょうみんなでね。もうターンちょっとターン数かかってもいいですよもう。あっこれ体力ないしまった、展開したらダメだったのか。ややこしいなもう。あっライブしてもいいけどな、ちょっとやめとこうか。ベルベットと交代しとかないとね。ノノ頼りになりますね。ティアモ、どう、この辺りでちょっとリズを下ろそうかな。ちょっと待って、リズを下ろしてこの辺りでちょっと全軍展開しましょう。あ、参った。クロム足遅いんだ。傷薬使いましょう。さあどうするか。クロムも頑張って。おお、炭やナイス、よくやった。クロムとスミヤ結婚してほしいな、早く。かわせる。あークロム大丈夫か。よし、ちょうどうまいこと二手に分かれましたよ。クロムは回復に徹しますか。ここはねえ、調合薬、そしてスミヤ頑張れ、倒せるか。あ、26倒せないね。後ろからベルベット、そしてノノ届く。うん、ノノこの辺りでいけい。かっこいいな。誰がとどめよう。こうか、ミディエルか。いけ。アグレッシブだな。ミディエル死ぬなよ。そうぞ、リズ回復、リライブ、カラム復活。めちゃくちゃ上がった、すごい。そしてカラムが、あ、無理か、弱いな。エフラムの夕やり、弱い。お、ミディエルナイス。惜しい。あとタブヤンか。
こうかな。やったぜ。スミヤがな、ティアモと協力してこいつら一匹やっつけたらね、うん、こっち側やっつけよっか。ビーストギラー痛い。おお、ナイス。スミヤ強い。もうS級ですよ。オッケー。ティアモが。ちょっと無謀かな。74受けるのか、ちょっときついですね。ちょっと待機するか。我慢して、待機。危ね。おう、ノーノ届かない。クロームいけるな。よし、いけ。やっつけろ。お前のおかげだ。もう炭はナイス、大活躍。よし、やっつけたぞ。あとはあいつらか。届かないね。スミヤが次あの村にね行きたいから、ここら辺に待機して、ノノがちょっとおびき寄せようかな。ここでティアモト、これでどうだ。リズはもうちょっとダブルで、全身ベルベットも全身。よし、もう買ったも同然でしょこれね。よかった、ありがとう。もらチェンジプルーフか。なるほど、 OK。さあ行くぞ。攻撃だ。まずは敵を倒すんだ。この敵攻撃してこなかったな。あ、ノノ倒せないのか、一撃で。オッケー。18×100、 いいね。倒してしまえ。おお、怖。負けるはずないわ。うん、強い。本作のペガサスナイト。あ、倒せないのか。ちょっとやばいですね。交代したら倒せない。グレゴで、あ、グレゴだったら倒せる。オッケー。グレゴ活躍してなかった。ナイス。よし、あとはもうボスだけですか。はいはーい。行くぞー。殺そっか。待機。
経験チャップ。そして訪問ミリエル。ああ、旅のお方。家宝くれるのかい。マスタープルーフ、なるほど。クラスチェンジね、そろそろ考えないといけないのかな。クラスチェンジ、よし。長かった戦いも誰で倒すかね。リザイア兄ちゃんレベル上げたいな。どうにか13ダメージ与えられる。なるほど。どうかな。6。よし、行け。お前らが滅ぶんだ、この野郎。オッケー。地味にダメージ与えましたよ。スミヤはどう？おー、いいね。あら、体力回復しちゃった？マジか。ベルベットはどうですか？ 11 かける。あ、もう倒しちゃうね。そっか、ドニちゃんに経験を積ましたいんだけどな。サンダーソードで必殺出したら終わりか。強すぎる、クロム強すぎる。必殺出すな。ああ、出しちゃった。ああ、しかもスミヤも戦っちゃった。まあいっか。ドニちゃん成長。クリアできました。まいったな。ノノとグレゴン、なあ、おじさんの気持ちわかるぜグレゴン。そうだな。ノノまた売られちゃう、かわいそうなこと。ひどい。いや、千年よりちょっと前。やっぱりな、ノノ。そうですね。フラビア、なるほど。はい、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。マムクートも、レギュラー陣が充実してきましたね。一度は何度かね、戦闘に倒れた仲間たちがいるんで、どうなることかと思いましたけど、傭兵とマムクートゲットしましたんで、だいぶタブヤン軍も充実してきましたよ。いや、タブヤン軍じゃないな、クロム軍ですね。次回もお楽しみに。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。